こんにちは、速稼塾の久保です。ここ広島県と岡山県の県境にある小さな港町福山ではですね、台風がさっきまでね結構な風が吹いてたんですけど、なんか今落ち着いて天気になりましたね。はい、アワークランドの放送を見たんですけども、結構バナナの木が揺れてたりとか、すごい嵐みたいな感じですけども、今こうやってね日差しの強いところで外にも出れてます。なんか風も収まってきたのかな。向こうの方を見るとね、雲の動きと木が風に揺れてるところが若干見えるんですけども、まあ暴風というほどではないかな。電線ちょっとわずかに揺れてますけどね、あんまり慌てるほどでもないかなというところでございます。私は15時から夏祭りの打ち合わせが始まるんで、もうちょっとしたら出かけるかなっていうところなんですけどもね。ああ、そこがちょっとすごい。ナイトね、ナイト2000修理できました、自分で。まあもちろんトランザムオーナーさんのね、全国のお力添えがあったからなんですけども、ね、こう揺れてますね、ちょっとね。はい、ナイトは走ります、ちゃんと。まあ雨が降ってると漏れるんで、ここからね水が入るんですよ。これなんかね、トランザムティーバルフあるあるなんですけど、結構今は元気ですね、問題なく。もうちょっと遠くから撮ります。こんな感じです。まあしっかり走りますよ今。よいしょ。でおかげでね、くまモンとあまり遊べなくなっちゃったんで、これからはねこのちっちゃいくまちゃんをね一緒に楽しんでいこうかと思いますね。はい、で今回ねこの台風の模様をお届けしようと思ったんですけども、あんまり大したことないですね。これから2時間3時間経ったら荒れてくるのかもしれません。あ、そうそう、パッキンの部分、あの辺もねちょっとこう工夫して、いろんな部品がこれがあったらいいなっていうのが思いついてきたんで、もう外れにくいように自分で加工していこうかなと思ってます。だからね、一緒にナイト2000がトラブルを起こすたんびに処置も覚えていけるんで、一緒に育っていけるんじゃないかなと思いますよね。この37年落ちの83年式のトランザムですけど、これから私がね5年10年と年を重ねるごとに一緒に年齢を重ねていって、まあ、愛着も深まるのかなってことですよね。ちょっと台風あんまりここでは感じられませんけども、皆さんの街ではいかがでしょうか。それでは失礼します。あ、動画の説明欄に西粟倉の11時半の模様もライブっていうか動画もつけておきますので、合わせてご覧ください。それでは失礼します。